さあこれより第2クォーターに入ります。攻守方向入れ替えまして、画面向かって左から右に攻める格好で島根大学の攻撃再開です。ボールオン自陣25ヤードから島根大セカンドダウン6、パス不成功。クォーターバック1番、ここでワイドレシーバー10番へパスを投じましたが、このパスは不成功でした。攻撃権1つ、攻撃回数1つ失いまして、次は島根大学サードダウン3回目の攻撃に入ります。島根大学サードダウン6、ボールオンは自陣25ヤード。パス成功、ファースト。クォーターバック1番、ミドルゾーンに入ったワイドレシーバー36番にパス、これを36番タックル受けながらキャッチしまして、攻撃権更新です。島根大学ファースト。クォーターバック1番は島野、高松西高校出身の3回生。取りましたワイドレシーバー26番は伊藤、三田松雲館高校出身のプレイヤー。島根大学自陣35ヤードからファーストアンテ、ナイスだ。何幕26番オプションプレーのピッチを受け、右オープンを展開。味方ブロッカーをうまく生かし、右オープンから攻撃権更新としました。島根大学ファースター。ここへ来て島根大学にオフェンスのリズムが出てきたようです。陣地押し返し、自陣46ヤードの地点に進んで、島根大学ファーストダウンテ。さあ再び何枠26番の総力にかけ、トスをして左オープンデイライトをしました。これもブロッカーをうまく生かし、約4ヤードのゲインを果たしています。島根大学ハーフウェイからセカンドダウン6、パス成功、ナイスラーファースター。クォーターバック1番、今度はワイドレシーバー10番にパス、10番これをキャッチアンドランにし、攻撃権更新としました。島根大学ファースター。パスを取りましたワイドレシーバー10番は村田、新田高校出身の1年生です。島根大学相手陣40ヤードの位置に入りましてのファーストアンテ。ナイスだ。今度はランニングワークに入りました10番、トスを受け左オープンへのデイライト、味方ブロッカーを生かし、さらにタックルを受けながらセカンドエフォートで約6ヤード、7ヤードのゲインを果たしています。島根大学10番村田、1回生ながら素晴らしいパワフルなプレーを見せました。島根大学セカンドダウン、セカンドダウン4に訂正します。島根大セカンドダウン4、不成功。ここでクォーターバック1はパスプレー、ターゲットは12番でしたが、12番これをキャッチすることはできませんでした。ダウン1つ進んでサードダウンに変わります。島根大学サードダウン4、ボールオンは相手陣34ヤード。
右奥へのランプレーを展開しましたが、しかしこれは広島ライン20番が対応しました。このランによるゲインはほとんどなくフォースダウンと変わります。素晴らしい対応しましたのは広島大学の20番の尾上、上高校出身の4回生。35ヤード付近からフォースダウン、残り4ヤードです。さあ島根大フォースダウン4プレーを選択します。ギャンブル、4ヤード獲得しないと攻守交代です。さあ選択はランプレー、中央突破を図りましたが判定はどうでしょうか。10ヤード獲得に至っておりません。4回目の攻撃失敗となります。攻守交代、ターンオーバー。姉妹大学ここを得点機と見まして、あえてフォースダウンギャンブルに挑みました。しかしこれは突破することができず攻守交代となります。攻撃権変わりまして広島大学の攻撃となります。広島大自陣31ヤードからファーストアウト。さあ中央へのランプレーから入りました。味方ブロッカーを生かしながらランニングバック、中央突破を果たし約8ヤードのゲインを果たしています。丸山翔太郎選手中央つきました。広島大学自陣39ヤードからセカンドダウン2。ナイスラン、ファースラン。クォーターバック16番ハンドオフオプション、手渡すか自らキープするかのオプションプレーを選択しました。16番自らキープし相手タックルを跳ねのけてそのまま攻撃権更新果たしました。広島大学ファースラン。クォーターバック16番は太田、立命館森山高校出身の2回生です。広島大自陣46ヤードからファーストアウト。ディフェンスの裏をついてワイドレシーバー走り込んでいました。走り込んでいましたワイドレシーバー13番、このパスを見事に飛ばしてタッチャー。広島大学6点追加。そしてこのトライ4ポイントのキックを決めまして広島大学21点、島根大学0点となりました。先ほどのタッチダウンパスを見事に取りましたのはワイドレシーバー13番の矢内、清風高校出身の3回生でした。さあこれによりその差は3タッチダウン差となりました。広島このまま順調に試合を進めていく形になるでしょうか。島根大学もしかし反撃の機会を伺っております。このキックオフリターンに注目しましょう。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバック。キックオフのボールがタッチバックとなった場合には相手チーム自陣25ヤードからの攻撃という形になります。
島根大学自陣25ヤードからファーストダウンテン。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤードバッタイという形になり、ファーストダウンやり直しです。島根大学5ヤード下がって自陣20ヤードからのファーストダウン15。保育園更新必要距離は15ヤードとなりました。インターセプト。ここを島根大学パスプレーによりまず攻撃展開しようとしましたが、そのパスを取り出したのは広島大学58番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事なインターセプトをしましたのは広島大学58番の荒牧。ここでタイムアウトが入ります。広島大学前半1回目のタイムアウトを取りました。島根大学背番号変更が入ります。先ほど65番に変わっておりました松村が15番に戻ります。さあ試合再開となります。広島大学先ほどのインターセプトにより相手陣2ヤードからのファーストダウン2ゴール。中央のランプレーでタッチダウンを狙いました。期待に応えまして南地学29番エンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。広島大学6点追加となります。キックによる1点を狙いましたがスナップ乱れ、ホルダーに入った16番急遽パスに変更。これをワイドレシーバー20番見事にキャッチしまして2ポイントとしました。これにより2点追加となりまして広島大学29点、島根大学0点となります。先ほど得点を挙げました広島大学のキックオフで試合再開となります。このキックエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。島根大学再び自陣25ヤードからの攻撃という形になりました。
島根大学反撃なるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードからのファーストダウンテ、さあフォーメーションを変えました。ここで広島大学前半2回目のタイムアウトを取りました。ここで島根大学がトリッキーなプレー、ロンリーセンターのフォーメーションを取りました。この対応のために広島大ここでタイムアウトを取ります。ロンリーセンターはいわゆるオフェンスの中でも特殊なフォーメーションです。本来守るべきクォーターバックの前にラインマン1人だけ置き、それ以外の選手を他に配置するという得意なフォーメーションです。アンバランスを強いることによってディフェンスにも特徴的な対応をしなければいけません。この変化とアサイメントを確認するため広島大学ここでタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けます。島根大学ロンリーセンターを引きます。右側にパワープレイヤーを添えてきました。さあその裏を突きます。クォーターバック水川圭、クォーターバック1番左サイドのオプションプレー決めまして約6ヤードのゲインとしました。クォーターバック1番は芝野、高松西高校出身の3回生。さあ島根大ロンリーセンター続けます。同じく右側にパワープレーヤーを添えました。不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触して妨害したという反則です。これは双方ともに起こりますが、今回はディフェンスが起こしました。これにより反則発生地まで進みまして広島島根大学ファーストダウンとなります。島根大再びロンリーセンター続けます。右側にプレイヤーを揃えました。ここで島根大学ハンドオフをする際にボールをファンブルしました。落としましたボールを抑えたのは島根大学13番。これにより失礼しました、先ほどのプレーはパスでした。前パスの失敗という形になります。ハンドオフではなく前パスでした。従いましてパス不成功となりまして攻撃権1つ喪失し、島根大学攻撃継続です。島根大学自陣42ヤードからのセカンドアンテ、右パワーのロンリーセンター、クリーサー。ここでクォーターバック1番パスを投じ渡しましたが、ターゲットを探す間に広島大学20番がクリーサー、約7ヤードロスという形になります。島根大学自陣34ヤードからのサードダウン18の状況となりました。フォーメーションをノーマルにしました。しかし左に3人固めます。パス不成功、ここでクォーターバック1番はロングパスを投じましたが、これは広島大学ディフェンス陣が見事にパスカット、パス不成功としました。島根大ダウン一つしないフォースダウンに変わります。島根大学フォースダウン18、パントフォーメーションを選択します。
このパントは広島大学陣30ヤード付近で外へ出ました。この位置での攻守交代となります。さあ攻守変わりまして、今度は広島大学の攻撃となります。広島大自陣30ヤードからファーストダウンテン、パス不成功。クォーターバック16番ここで23枚のパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。ダウンは進んでセカンドダウン残り10ヤードです。広島大学セカンドダウン10、ボールオン自陣30ヤード。島根大学ナイスディフェンス。ここで広島大学ランプレーを選択しましたが、ここで広島根大学勝負のブリッツ、これが見事に決まりまして、10番がロスタックル、約3ヤードロスに変えました。見事なタックルしましたのは島根大学10番の村田、新田高校出身の1年生。広島大学サードダウン13、さあ広島大学これをランプレーで突破を図りました。託されましたランニングバック右オープンを疾走しましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。広島大学フォースダウンに入ります。広島大学16番太田選手という選手中央を突きました。続いてフォースダウン広島大学フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。このパントにより島根大学陣25ヤード付近、23ヤード付近で攻守交代となります。島根大学自陣23ヤードからファーストダウンテン、ここでロングパス競り合いながらワイドレシーバー15番これは見事にキャッチ、そこがキャッチアンドラン、大きく前進してファーストダウンです。見事なパスキャッチしましたのは島根大学15番の松村、倉吉東高校出身の2回生。現在フィールドには負傷者が発生しており、レフェリータイムアウトが入っております。
さあこれによりまして島根大学一気に相手陣14ヤード位置に入りました。このチャンス生かせるでしょうか。島根大学ファーストアウト。キュービーストライク。クォーターバック1番ここでパスを投じようとしましたが、これを見計らい島根大学92番がキュービーストライク。約4ヤードロスという形に変えました。キュービーサック決めました。広島大学92番は広瀬、三田松雲館高校出身の1回生。島根大学ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。現在試合は広島大学29点、島根大学0点と広島大学がかなりリードを取っている形になっております。しかし現在攻撃権を持っております島根大学、相手陣14ヤードまで攻め入りました。残り時間1分、前半は残り時間1分35秒となっています。この時間内に得点を上げることができるでしょうか。さあそのタイムアウトを解けます。島根大学相手陣14ヤードからファーストダウン点、失礼しました、セカンドダウン14です。相手陣18ヤードからのセカンドダウン14。タッチダウン。ここで島根大学10番、カウンター気味にヒヤリオープンを展開。そこから一気に縦へ切り上がって、そのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。島根大学6点獲得。成功、1点追加。島根大学7点、広島大学29点。先ほどの素晴らしいタッチダウンを決めましたのは島根大学10番村田、新田高校出身の1年生のプレーヤーです。さあこれにより広島島根大学がまず一つタッチダウンを取り返しました。残り時間1分25秒となっていますが、この後の状況どうなるでしょうか。試合は島根大学のキックオフで試合再開となります。このボールをどちらが抑えたでしょうか。審判団の判定を待ちます。このキック10ヤード進んでいませんでした。オンサイドキックは短いキックによって自らが攻撃権を得るトリックプレーです。
しかしこの権利はキックオフ地点から10ヤード以上前進していなければ所有権は生まれません。このキックは10ヤード飛んでいませんでした。従いまして攻撃権は広島大となります。オンサイド失敗で広島大学ファスター。広島大学広島大学相手陣44ヤードからファーストアンテ。パス成功。ファーストクォーターバック16番、ここでワイドレシーバー5番にパスを通しまして攻撃権更新です。広島大学ファースター。広島大学相手陣28ヤードからファーストアンテ。クォーターバック16番右スプリントアウトからワイドレシーバー34番にパスを通しました。これも島根大学タックルしまして約3ヤードのゲインにとどめています。しかし時計もありますので広島大学すぐさまプレーを始めようとしています。しかし前半残り時間50秒を切りました。バック16番が並んで突破しようとしましたがこれは島根大67番が対応しましてノーウェイ。攻撃権は1つ進みサーダウンです。ランプレーですので時計は回り続けます。ここで島根失礼しました広島大学前半最後のタイムアウトを取ります。時計は試合時間前半残り30秒で止まっています。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。前パスの失敗持った選手が外へ出た場合には時計が止まります。このルールを駆使しいかに時間を使わずあるいは時間を使い攻めるかが重要になります。広島大前半最後のタイムアウトを使いました。前半残り時間は30秒。広島大学相手陣27ヤードからサーダン7。ファースター。クォーターバック16番ワイドレシーバー5番にパスを通しまして攻撃権更新です。また外に出たため時計は止まります。広島大学相手陣17ヤードからファースターアンテ。前半残り時間は23秒。20番そのままエンドゾーンに入ってタッチだ。広島大学6点獲得。失礼しました、ここで反則が発生していました。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション不正な体型でオフェンスをしてしまいました。先ほどのタッチダウンプレー無効となります。この反則により5ヤードバッタリとなりましてファーストダウンやり直しという形になりました。広島大学仕切り直しまして自陣相手陣22ヤードからファーストダウン15の状況になります。前半残り時間は15秒。
ス不成功。クォーターバック16番右スプリントアウトからワイドレシーバー13番へのパス、しかしこのパスわずかにオーバースローでパス不成功となりました。広島大相手陣22ヤードからセカンドダウン15、前半残り時間は6秒、ここでホイッスル。失礼しました、広島大学タイムアウト残っておりました。広島大、これが最後の前半タイムアウトとなります。失礼いたしました。さあ前半残り時間6秒で広島大学相手陣22ヤードからセカンドダウン15の状況で試合再開です。ここで広島大フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点後になります。キックレングス38ヤード。3点獲得です。広島大学73番川上、見事にこの38ヤードフィールドゴールを決めまして3点追加といたしました。ここで前半の試合時間がなくなりました。前半終了となりまして広島大学38点、島根大学7点という形で前半戦を終えました。